ほら、こんな感じ。はい、こんにちは、かんぱぱです。今日はね、7月29日、梅雨も明けましたね。まあ、例年より一月も遅かったんですけど、まあ、これからね、また山にバンバン行きたいと思います。今週末はですね、8月の最初の週になりますが、やっとですね、尾瀬に行きます。1年ぶり。まあ、そんなことで、ちょっと行く前にですね、いろんなものを装備を見直してたんですが、今回はこちらです。ファーストエイドキット。応急用の医療キットになります。で、こう2つあるのはですね、こちらのファーストエイドキットっていう、まあ、立派なポーチに入ってます。こっちはまあ簡単なパックになってます。それぞれですね、ちょっと用途が違うんで、まあ、この2つをご紹介したいと思います。はい、それでは最初ね、これはあの100均で売ってる、まあ、文房具コーナーで売ってるやつですね。で、ちょっと中身をね、出していきたいと思います。はい、こちらがですね、今中身を出しました。で、先に申し上げときますけど、この中に入れてた内容っていうのは日帰り用のキットです。日帰り用の応急キットですから、まあ1年のうちほとんどはこのキットを持ってってるということになります。まず、はい、パブロンです。ちょっとね、体調崩し気味だなというふうな時は、山から降りたらすぐ飲むようにしてます。まあ、それで入れてます。あと、これはですね、胃腸薬に関しては、実はこれ胃腸薬って非常に万能な薬でして、僕の場合は結構急坂が続いたりとかですね、あとあの非常に温度が高いとかっていう時に、まあ、水は結構ガバガバいくんですけど、食欲が全然なくなっちゃうんですね。で、気づいた時にはシャリバテってことがあるので、この胃腸薬はまず出発した後ですね、もしくは出発する前に水でガッと流し込むようにしてます。そうするとね、不思議なことに、だいたい2時間ぐらいするとどんな状況でも必ず腹が減ってくるんですね。で、そういう時に握り飯食べたりですね、まあ、ドーナツパンを食べたりしてですね、糖分を補うようにしてます。まあ、そんなことでこの胃腸薬っていうのは必ず持っていくようにしてます。はい、続いてですね、まあ、下痢止めです。まあ、下痢止めいろんなものが売ってますんでね、好きなものを持ってっていただきたいと思うんですが、山の中入ってね、下痢するってことはめったにないんですね。ただね、まあ、下痢してどうもあの続きそうだなっていう場合はこちらを使うようにしてます。まあ、日帰りですから基本的にまあ降りてくるとトイレがあるところが多いと思うんですが、まあ、一応念のため持ってってます。で、これがね、このキットの中で僕が一番大事なものがこれです。これ何かというと、有名なあのストッパという薬ですね。人生最大の危機っていうのはやっぱり訪れると思うんですよ、山登ったりしてるとね。で、それがね、山小屋の前で起きれば、山小屋のトイレを借りれば済むことなんですけど、トイレがない区間で起きると大変なことになっちゃいますね。例えば女の子だったらね、もうお嫁に行けなくなっちゃうかもしれない。現実ですね、森とか林があるところはいいですよね、まあ、緊急避難的にね、まあ、そこでやっちゃうこともできますけど、例えば尾瀬であるとか、あとは富士山であるとかっていう時は、身を隠すところってなかなかないですよね。で、そういう風になると本当にまずいですから、ちょっと、あ、これ来たなっていう時は事前に飲むようにしてます。こういうのをやっといてよかったね。あと残り1個しかなかっただからこういう風に棚卸しすることは大事なことですよね。ちょっと今日ストッパーを買いに行きたいと思います。で、続いてこれがですね、バッファリン。まあ、バッファリンはね、説明する必要がないと思うんですが、熱がある時とか体が痛い時とか、まあ、人によって使い方は様々だと思うんですが、あとはね、歯が痛いとかね、まあ、これはね、ストッパーと同じように、まあ、これはコンビでですね、持ち歩くようにしてます。はい、薬類は以上ですね。で、続いてですね、こちら、まあ、簡単に言うとね、これ絆創膏ですね。大きいものからですね、中ぐらいのもの、あとは通常のね、よくあるサイズ、こういったものが入ってます。やっぱ靴ずれであるとかね、あとは転んですりむいた時に貼るとかね、まあ、これは非常に使い勝手がいいと思うんですね。で、靴ずれもね、僕靴ずれでえらい目にあったこと何回もありますけど、あれはどっちかって言ったら歩き始める時にね、まあ、対策すればほとんど防げるんですが、どうしてもやっぱり体調やあとは天候によって歩いてると痛くなっちゃう場合、まあ、そういうのがありますよね。だってやっぱり両足分でね、4枚か5枚やっぱり必要だと思うんで、まあ、そういった感じで持ってってます。あとね、これはまあおせっかいかもしれないですけど、やっぱりあの絆創膏ないっていうふうに休憩してるところでですね、よく言葉聞くんですね。まあ、そういう時にね、
まあ、どうぞお使いくださいってこともできますし、ちょっと多めに持ってってます。はい、続いてこちらですね、テーピングのテープ、2センチ ×5 センチぐらいの短冊状に切って持ってってます。僕は小指が擦れやすいような足の形してるんでね、変な形してるんですけど、だから必ず出発時は両方の足の小指にですね、ここに貼ってくんですよ。貼ってって出発するんですけど、どうしてもずれてきちゃうことがあるんで、目的に着いたらですね、こちらに貼り替えるようにしてます。まあ、それで一応2枚持ってるということですね。はい、で次はですね、こちらです。はい、カッターナイフですね。刃渡りがね、2センチ5ミリぐらいですね。100均で2つか3つかな、入って100円で売ってます。で、これは何に使うかというと、使う機会はあんまりないと思うんですが、これもやっぱり僕の経験で持ってた方がいいなと判断したんで入れてるんですね。目の前で歩いてる人が足折っちゃったんですよ。手のね、肘のあたりもね、相当強くやっちゃって、肘がちょっと逆に曲がっちゃった方がいてね、でね、仲間の方がね、治療するっていうんでね、服を脱がせようとしたのね、それね、すごい激痛を伴うんで、そんだったらね、これをね、服ごとね、ガーッと袖切っちゃった方がいいんですよ。服はダメになるけどね、苦痛は和らぎますから、そういった時にやっぱり刃物って大事なんですね。だからといってこんなね、刃渡り5センチとかね、10センチなんてものを持っていく必要は一切ないんで。あともう一つはね、これも何回かありますけど、目的地着きました、まあ、ある山の頂上に行きました、いや山の上でクーラーメンは最高だからっていうんで、まあ、テルモスからお湯入れてね、カップラーメンにお湯を満たしてね、3分経ってさあ食おうかってお箸を探したらね、忘れちゃったってことかな。たまたまその山はね、まあ 2000m ぐらいの低山だったから、山頂にも木の枝が落っこってましてね、で木の枝をね、シュッ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 って、まあ、即席のお箸を作ってですね、食べることができましたけど、まあ、そういう時ね、やっぱりカッターナイフすらなければできないことなんで、まあ、そういった意味で入れてます。はい、あとね、このパッケージ、最後はこちらです。2つ入ってます。1つはね、これです、強力瞬間接着剤って書いてありますけど、これも100均です。これがね、3つぐらい入って100円なんですね。いわゆるね、商品名出しちゃうとあれだけど、アロンアルファみたいなものです。みたいなもの、何で使うかというと、僕1回だけ使ったことあります。靴底がね、パカパカしちゃったの、完全に剥がれてないんだけど、でそこでね、まあ、これ全部1本使い切ってってこうやってやってですね、で10分ぐらい待って歩いたら、まあなんとか麓までは持ったんですね。あと最後ね、これはですね、細引きですね、3ミリだと思ったな、これをね、長さ1メーターに切って入れてます。もうこの細引きの3ミリっていうのは非常に一番使い勝手がいいんですけど、1メーターって理由は、これね、変な話、もう長ければ長いほど便利は便利なんですけど、どんどんパッケージがでかくなっちゃうんで、最低1メーターあればいいなと思ってます。靴紐が切れた時とかこれ使いますね。あとはね、先ほど言いましたけど、靴底がパカパカして取れそうな時、さっきの瞬間接着剤と、あとこれをですね、ぐる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 こう巻きつけてですね、まあなんとか麓まで降りてこれますから、そういった時にも使えますね。あと細引きはですね、説明するまでもなく、例えばザックにいろんなものをくくりつけたりとかですね、まあ何にでも要は使えますんで、最低1メーター長くても3メーターぐらいのものが携行していくといいんじゃないかなと、ね、いうふうに思います。はい、以上がですね、日帰り用のですね、まあ、救急キットのご紹介でした。はい、続いてですね、こちらです。ちょっと開けてみます。中身はね、僕が全部揃えたやつですけど、このドイターでね、この目立つような赤い救急キットのパックを売ってますので、非常にいいと思います。ちなみにこちらはですね、先ほどが日帰りのパックだったのに比べ、こちらはですね、天白や2日3日重装するとき用のですね、応急キット、救急キットになります。ですので、ちょっと先ほどの内容よりは内容が濃く入ってます。こちらがですね、まあ、ティッシュペーパーですね。続いてこちらがですね、こちらガーゼですね。まあ、ガーゼに関してはもうこれも本当オールマイティーな 30cm×1m のガーゼでして、まあ、怪我したところに当ててもいいですし、あとはこれを濡らしてですね、熱中症の場合、まあ、首やですね、脇の下に当てるとか、まあ、これは一つ入れといた方がいいと思います。あとこれがですね、サージカルテープですね。はい、ガーゼやですね、まあ、いろんなものを当てた時に、まあ、これで貼っつけると、
というサージカルテープを入れてます。あとこちらがですね、テーピングテープです。幅はね、2センチ5ミリぐらいしかないんですが、これかなりこう折りたたんであって、長さが1メーターぐらいあります。でこれはね、捻挫だとかひねっちゃったとか、まあ、僕テーピングの講習行きましたけど、まあ、そういったやり方があるんで、それで固定するのに使いたいと思います。反対側はですね、はい、これハサミですね。100均で買ったハサミで、これカバーがついてます。これはね、ガーゼを切ったりですね、先ほど言いましたけど、例えば服を着るにも使えますし、まあ、このちっちゃいハサミ、これ非常に使い勝手がいいです。それとこれね、よく売ってるのは見たことあるでしょ。持ってる人はあんまりいないんですけど、これはね、ポイズンリムーバーって言いましたね。ポイズンをリムーブですから、毒を吸い出すんですけど、こういう風にありましてね、これが吸い口です。吸い口、これをね、ポンプにこれくっつけるんですね。これを引くことによって、ここから毒を吸い出すと。ちょっと具体的にやってみましょうか。じゃあ例えばね、ここ蜂に刺されたとしますね。水で洗い流したりしてね、とりあえずここきれいにして、このポイズンリムーバーの出番です。これをこの場所に当てます。でね、これでグーッと吸います。で中の毒が吸い出されます。ほらこんな感じこれかなり痛いんだよ。あー、これ跡残っちゃったよ。いいですかね、刺されたところにグッとくっつけます。でここをですね、両方持ってぐーっとやると、ほら見て、こんな感じでね、で吸い出された毒はこの中に溜まるわけですね。でこれは水洗いが可能です。これがポイズンリムーバーですね。結構ね、ほらあとこんな残っちゃった、結構痛いんだよ。でそれぐらいじゃないと、要は毒は吸い出せないってことですね。うん、これを入れてます。やっぱりこれで最初吸っとくか吸っとかないかで、まあ、その後だいぶ腫れの具合が変わったりね。あとは蜂の場合はね、変なアレルギーつきますからね。僕ね、正直言うと一回スズメバチに刺されてるんです。だから次はね、あんまり良くないんだよね。なんとかショックってあるんで、まあ、そういった方は間違いなくね、まあ、経口した方がいいかな。でこのキットに関しましては、薬関係ではなかったでしょ。やっぱり先ほどの日帰り用のキットの中からですね、薬を足すとかですね、あとはこういう靴ずれ用の、ね、テーピングを足すとかで、でこれで一つの、まあ、重装キットというような形でですね、持っていきたいと思います。でちなみにこれをね、パッケージングしていくとこうなりますね。これでパッケージングしていきます。台所行って測ってきたんですが、重さがね 75g だってめちゃくちゃ軽いんだよ。やっぱり経験上ね、いつも持ってくキットとそうじゃないものちょっと分けてるんですけど、これ全部パッケージングしても 75g ということなんで、重さ的には負担がないと思います。はい、救急用キットのご紹介でした。